ビワオーズムシブデラセファラーアナンデライジマカブラキは日本の炭水産プラナリアの一つで同類では日本最大種にしてビワコの固有種である環境省のその他無脊椎動物レッドリスト見直しにより2006年版において絶滅危惧愛類で新規掲載された体長は補服の状態で最大50ミリメートル幅は15ミリメートル よく伸びたものでは 70mm に達する場合がある。縮んだ状態では体側円が波打つ。体型は全体として楕円型で頭部が明確に区別できる。腹面は扁平で背面は多少盛り上がる。頭部はやや幅広くなり、その中央が丸く盛り上がり、その下面は吸盤状になる。その隆気の左右に一体の黒い目がある。頭部の後ろは やや狭くなり、胴部に続く。胴部では、口が全長の2、3後方に、生殖口は、口と後端の間の中央よりやや前。体色は幼いものでは、淡褐色から淡紅褐色。大きいものは、オリーブ色となる。泥底に生息し、基本的には、不活発であるが、時には、昼のように体を波打たせて遊泳する。微はここ有種で、 水深40メートル以心の水温が6摂取8度という低水温域に生息する。産卵時はより浅い場所に出るとも言われる。琵琶湖ではイサザ漁の際に同時に採集されることが多い。漁民は古くよりこれを沖の昼と呼び、琵琶湖中北部の沿岸から沖合の深部、泥底や川口沖の砂と泥に沈殿物の多い場に集まると言われてきた。 五世は百個体の長官内容物について調べ、形藻、貧毛類、昆虫の幼虫を見出したが、おそらく餌となるのは五二者であり、形藻は貧毛類の長内容物に由来すると判断している。本種を含むオオウズムシ属は、日本国内には他に二種、イズミオオウズムシとリシリオウズムシがある。全種は、本州の中部山岳から東北地方に分布し、 後者は、リシリ島に固有である。同族はさらに旧北区に分布し、これらは、シベリアからカムチャッカ、あるいは、サハリンを経由して、日本に分布を広げたものであり、その後に種分化したと考えられる。これら日本産の種と、カムチャッカ半島の同族の種、並びに、バイカルコの種に強いエ縁関係が見られるという。さらに、日本産の産種については、 リボゾーム RNA では差が見られないとの報告があり、これらの種文化がせいぜい150万年程度しか遡らないものとの説もある。なお、本種は日本の炭水産義鳥類では最大であるが、陸産種にははるかに大きいものがあり、この限りではない。以下、主要な記述は岡田ほか P321 による海底レッドリスト付属説明資料その他、 無脊椎動物平成22年3月環境省自然環境局野生生物課2012年3月4日閲覧五星1966五星1966石田 pp 46 48ありがとうございます